アウトドア好きの皆さん、こんにちは。屋根屋のちーぼーです。いや、ちょっと前なんですけどね、チャンネル登録者2000人突破いたしました。ありがとうございます。はい、ということでね、まあいつも言ってることなんですけど、まあコメントとかでね、いつも嬉しいね、コメントをいただいてて、まあそれがね、やっぱ僕の活力になってたりするので、まあ1000人登録突破した時もね、言いましたけど、やっぱね、なんか誰かのこう、力になってくれてるのかなと、まあちょっとでもね、なんか、これ見ることによってね、元気湧く人がいたりとか、っていう人がやっぱいるのかなっていうことでね、まあそんなにやっぱりまだ2000人なんで多くはないとは思うんですけど、ただね、僕もやっぱりそういう風に思うことによって、やっぱ、新しい動画上げてみようかなとか、あとはまあどんな感じでね、屋根やアウトドアを進化させていこうかなみたいなのね、まあそういう活力になってるっていうことがあります。なのでまあ皆さんもね、これからもこうコメントとかでいろいろ聞いていただいたりとか、まあね、応援していただけるとね、本当に嬉しいです。はい、ということでね、まあ2000人突破したわけなんですけど、まあこれからもね、動画っていうのはまあ同じようにこう上げていくわけなんですが、ただその中でね、やっぱチャンネルは進化していかないといけない。まあ僕自身もそうですし、まあ皆さん見ていらっしゃる方、皆さんもね、やっぱりこのドキドキ感、ワクワク感、次は何をあげてくれるんだろう、また新しいことやってくれるんじゃないかっていうね、期待感でやっぱりね、皆さんこうチャンネル登録していただいて、いつも見ていただいてると思うので、なのでまあそのことについて僕もいろいろこう考えてることがあります。なのでそのことについて、まあ2件ですね、今日はお知らせがあります。屋根やアウトドアから。それと、あとはその広告ですね。まあ、あと YouTube 1000人突破すると、まあ、広告がつけられるわけで、僕も今つけてるんですけど、まあ、そのね、広告をつける、つけないのバランスっていうのが、まあ、僕の中でいろいろありまして、そのね、海外の、まあ、ハリウッド俳優とか女優さんとかが、こう、見ている、こう、テレビ、まあ、日本のテレビもそうだし、まあ、コマーシャルもそうだし、あとはその海外のメディア、まあ、アメリカのテレビとかね、に対するこう考え方とかがあって、まあその、まあちょっと面白い小話なんですけど、そういったところがね、きっかけとなって僕のね、チャンネル収益化のバランスを保っているんだ、みたいな話をね、ちょっとやっていきたいと思いますので、まあぜひね、最後までお付き合いください。では、やっていきましょう。で、お知らせ2件なんですけど、1件目が、野営地ライブについて。まあ今までね、野営地でこうライブ何回かやってきたわけなんですけど、これどうしてもね、ちょっとクオリティが下がっちゃうなと思っていて、まあなぜかというと、これ iPhone で撮ってるわけなんですよね。野営地行っても、もちろんパソコンね、繋いで、カメラ、一眼レフカメラで、まあインターネット経由でね、ライブ配信をすることもできるんですけど、ただやっぱパソコン持っていくとなるとかなりこう大変になってしまうと。なので、野営地ライブっていうのは iPhone で撮るしか今現状ない。ですけど、ただこれがやっぱちょっとね、画質とかも含めてなんですけど、まあ、クオリティが少し下がっちゃうなっていう感じなんです。なので野営地ライブ自体はもちろんこれからも続けていく予定なんですが、ただ野営地ライブはライブとして、もうその時にしか見れないものとしてね、やろうと思ってます。まあ要はそのアーカイブに残さないでおこうっていう感じですね。なので、まあ、もちろんね、クオリティが、まあ、ある程度画質が下がったとしても、ライブ後で見たいよとか、って言ってくれる方もいらっしゃるとは思うんですけど、ただまあ、これはね、完全に僕の美学的な感じのものなので、まあ、チャンネルもね、ちょっと雑多になっちゃうかもしれないですし、なので、ライブに関しては、その都度、その時に見れる人だけでね、まあ、ぜひ楽しんでいただきたいなっていうことが1点です。で、お知らせの2つ目が、新しいコーナーっていうのを作ってみようと思います。それが、矢野屋幕内トークですね。まあ今までの動画だとね、大きなテーマに沿って、例えばブッシュクラフトの始め方とか、野営地の探し方、あとはおすすめのギア紹介、レビューとかね、っていうのを大きなテーマに沿ってやっていたと思うんですけど、ただ一本の動画にするまでもないんですが、まあ、僕が経験したね、アウトドアの面白い話とか、まああとはその政治社会の話もそうですし、まあそこまでこう紹介一本に作るまでもないんですけど、紹介したいこうギアの話、あとはパソコン周辺機器だったりとか、まあワイヤレスイヤホンの話でもいいですし、そういったものをね、まあ、ちょっと凝縮して一本にね、ギュッと凝縮した動画っていうのをね、作ってみたいと思うんですね。で、屋根や幕内トークっていうのは、要はその幕内、タープの下とかでキャンプしてる時に、まあ、酒飲みながらね、焚き火の中でこう語り合うような感じのものですよね。まあ、テント内とかで寝る前にこう2人で語り合ったりとか、まあ、そういう感じの雰囲気で、まあ、いろんな雑談トークっていうのをやっていくこともどんどんアップしていきますよっていうことです。で、その幕内トークの中でもう一つ新設したいコーナーが、皆様からのお便りっていうコーナーですね。
まあ、今までねコメント欄とかでも、まあ、ギア選びどうしたらいいんですかとか、まあ、カメラ機材何使ってますかとかね、いや H 探しもうちょっとこう効率的にできる方法ないですかみたいなね話とかっていうのを、まあ、コメントでいただいて、それをコメントで返すみたいなことをやっていたんですけど、やっぱりねコメントだけじゃこう伝わりきれないこととか、実際喋った方がいいこととかっていうのもたくさんありますよね。なので皆さんね、コメント欄とか、まあ、メールアドレス載せときますんで、ここにねぜひ幕内トーク希望っていう風に書いていただいて、なんか質問とかね、まあそれは人生のお悩み相談でもいいですよ。どこまで答えられるかどうかわかんないですけど、まあキャンプギアの選び方とか、何機材使ってますか、どういう風に撮ってますかとか、何でもいいです。なので何々さんからねこういうお便りが届きまして、まあこれについて今日は回答していきますみたいなこともね、中の一つのコーナーとしてやっていきたいと思います。なので幕内トーク希望と最初に書いてねお便り寄せていただけるととても嬉しいです。はい、ということでお知らせは以上なんですが、次はね YouTube の収益化についてのお話です。まあ今いくら稼いでるとかそういう話はまだまだ早いと思うので、まあ後にするかもしれないししないかもしれないんですけど、今のところね僕は広告はつけるようにしてます。でどういう広告のつけ方かっていうと、このトーク系に関してはまあほとんどねその全てに広告をつけてます。要はミッドロール広告って言って、動画内にまあいきなりプツッとねこう広告が入るようなものっていうのを今トーク系のものにはつけるようにしてるんですね。ただ僕は作品性を帯びたもの、要は途中で切れて欲しくないものに関しては、そういうミッドロール広告っていう途中に入る広告っていうのはね全部省いてます。もちろんキャンプ映像とかそういったものはね再生回数が多いし何回か再生してもらえる可能性があるので、なのでミッドロール広告っていう途中で入る広告をつけた方がもちろん収益的にはいいんですけど、ただまあ僕のそのまあ美学的と言ったらいいのかわかんないんですけど、そういったものがありまして、なのでそういう作品性を帯びたものに関してはまあ前と後ろのね広告とか、あとは他のところに出る広告はつけてはいるんですけど、そういってあの途中に入る広告っていうのはつけないようにしてます。でこの感じに僕が至った経緯がありまして、まあそれがねあのとあるところで聞いたある小話が元になってるんですよね。でそれがねアメリカのハリウッド俳優とか女優っていうのはテレビコマーシャルにね出ないんですよ基本的に。まああの僕はハリウッド俳優とね同列に考えてるとかそういうことじゃないので、そこ突っ込まないでいただきたいんですけど、日本の芸能人ってまあテレビで売れてなんぼ、そこから YouTube に行くとか、まあそういう図式になってるわけじゃないですか。じゃあここに何の違いがあるのっていう話で、そもそもね日本のコマーシャルっていうのはどういう問題があるかっていうと、全くねイメージだけで出てる俳優さんがちょっとねこうかっこいいから、女優さんが可愛いからみたいな感じでイメージでね物を買ってしまうっていうことがね結構問題なんですよね実は。でその人が実際使っていいって言ってるわけじゃないんですけど、イメージだけで物を買ってしまう。その状態でなんかその芸能人がね不倫問題を起こしたりとか、あと薬物関連で捕まったりとかすると、なんだお前のイメージを使った企業で買ったものをダメじゃねえかみたいな感じで逆切れを消費者はしているわけなんですよ。でもそれってやっぱ自分の目で確かめたりとか、まあいろんなねこう YouTube のレビュー見たりとか、実際使ってみていいっていう風に思ってる人のことを見て買うってならまだしも、イメージだけで買ったのに逆切れをするっていうねところが結構問題なんですよね世界的に見て。なのでちゃんと商品を買うときっていうのはそこの成分を調べたりとか、実際どういう風に使えるのかとかっていうのを調べたりとかして、自分の目を持ってね確かめるっていうことが本来のね商品の買い方だと思います。世界標準で見たらそういうことが本質的なものなので、なので向こうのねテレビとかコマーシャルとかに俳優さんとか女優さんとか出ちゃうと、あいつは今落ち目なんだなってこうみんなに言われちゃうわけですよ実は。でもさっき言ったように日本では真逆で、テレビコマーシャルとか出てると、わすげーってなるわけじゃないですか。なんかそれってちょっと僕も気持ち悪いなと思っていて、でもねこれ不思議なことがあって、日本のコマーシャルにはね海外の俳優さん結構出てるんですよ。あの缶コーヒーの CM とかね、トミー・リー・ジョーンズとか宇宙人ジョーズみたいな感じで出てるじゃないですか。昔ジョニー・デップとかもなんかの CM に出てるのもありましたし、結構ね海外の俳優さん女優さんっていうのは日本のコマーシャルで出るんですよ。じゃあこれなぜかっていうと、やっぱね日本のコマーシャルっていうのはめちゃくちゃ金かけてるんですよね。もうそれ無駄と思えるぐらい金かけてるわけです。実際ね僕の知り合いにも CM とかを作ってる人がいて、まあ今ちょうどやってる案件で、まあその企業名とかもちろん言えないんですけど、あの金のかけ方が尋常じゃないと僕も聞いてみてね、もう目ん玉ひんむきました。あの床材ってあるじゃないですか。ほんと CM って何十秒の話ですよ、1分とかね、の中でその床を作る時の値段、これ聞いてびっくりしました。もう映るか分かんないぐらいの感じですよ床なんて。床にね1000万かけてるらしいです。
それはまあ結構大きい案件らしいんですけど、でもそのくらいね、なんかちょっと頭がおかしいくらい金をかけているんですよね。なので海外から来た外タレとかのギャラっていうのはものすごいんですよ。じゃあそれもね、お金で釣られてんじゃねえかっていう話なんですけど、ただね、日本に来たその外タレって言われてる人たちっていうのは、そのコマーシャルとかをその海外では絶対使わないでくれっていう風に言ってるんですよね。つまり、まあ、コマーシャルに出るのはちょっとなんか嫌な感じなんだけど、まあ、ギャラもいいし、日本っていうね、結構閉ざされた国の中で、まあ、お金をもらってるっていうことなので、つまり何が言いたいかっていうと、そういう風にね、お金収益にちゃんとなるところと、あとは自分がね、自分のアートとか自分の経歴に傷をつかないようにちゃんとねするっていうののバランスっていうのをちゃんと取ってるんですよね、皆さん。なのでそこからね、僕もいろいろ考えました。その時に、まあ、自分のこうアート作品みたいな感じで作品を撮ったりとか、まあ、キャンプ映像みたいなのを撮る時にはやっぱりね、ちょっとバランスを考えたいよ。途中でそのミッドロール広告っていう入ってくる、まあ、広告が入っちゃうとやっぱり雰囲気がそがれちゃいますよね。まあ、そういったこともあり、まあ、自分がこれはね、僕の作品だ、あんまりこう入ってほしくないみたいなことを思った時には、それは広告は入れないようにしてます。まあ、それは全部が全部皆さんがね、そういう動画の作り方すればいいっていう話じゃないんですけど、まあ、僕個人としては、まあ、そういう話を聞いたり、いろんな話を聞いた上で、まあ、ちょっとそこはね、バランスをとっていきたいと。なので、まあ、こういうトーク系のものに関しては、まあ、僕の力量次第でもあるんですけど、話が面白ければね、まあ、その雰囲気とか関係なく、まあ、入ったとしてもどんどん見続けてくれるはずなので、まあ、そこでこう収益のバランスをね、こう取っていきたいかなっていう感じで、やめ合うことは運営しています。まあ、今日はね、本当雑談みたいな感じになっちゃいましたけど、ぜひね、お便りのコーナー、メールアドレスの方でもいいですし、まあ、コメント欄でもいいですし、まあ、一言ね、幕内トーク希望みたいな感じで書いていただいて、まあ、今日はね、誰々さんのこういう質問が来ましたとか、まあ、こういうお悩みがあるみたいで、みたいなこともね、そういう雑談のトークの中でね、喋っていければいいかなと思いますので、ぜひね、皆さんお便り寄せていただければと思います。あと今日ね、初めましての方はね、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。あとね、Twitter、Instagram もやってますんで、こちらも合わせてぜひチェックしてみてください。はい、ということで、これからもよろしくお願いしますということで、屋根のちぼがお届けさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あとはね、まあ、これからも結構ね、いろんなこうコラボとかね、そういったものも考えてたりするので、まあ別のジャンルの人とかでもいいですし、いろんなね、人のジャンルのまあチャンネルとコラボしたりとか、まあいろいろ皆さんがね、ちょっと常にこうフレッシュにこう見ていただけるようにね、まあ屋根アウトドア進化させていただきたいなと思いますんで、まあどうぞこれからもよろしくお願いします。